取り出しの夏は、お願い。そして担当キャストに改めてもう一度お願いします。1年前の昨日7月16日がそのトリガールの、クランクインの日だった。そうなんです、そうなんですね。ちょうど1年前ぐらいですよね。なので、皆さん1年前の覚えてますか？大丈夫ですか？覚えてないです。そうですか。池田さんも全然覚えてないからプーってしてますもんね。土屋さん覚えてますね。覚えてます。ほら覚えてる。え、覚えてない。高杉さん、山本さん、そうですね。え、覚えてない。覚えてない。じゃあ覚えてない。いやなので、ちょっと思い出してみようかなということで、具体的な撮影時のエピソードをここでいろいろ出していこうというふうに思います。アドリブでいろいろ言ってたんで、笑ってるところっていうか、使われてるところで言うと、はい、僕がおんぶしてて、はい、で、おんぶした後にこう、おんぶしてるのをこうやって落として、お前、ちょっと重いぞ、痩せろみたいなことを言って、はい、それに対して、そこそこスリムだろうがっていうセリフは、あれは僕と監督の中では土屋太鳳個人的な叫びっていう。セリフは僕はアドリブです。あれはアドリブ。いや、あれはやっぱりちょっと体重落としてなんかね落としたんですよ。やっぱ凝るので、で、それなのにまだ痩せろと、そこそこスリムになっただろうっていうあのちょっと心の叫びになっちゃったのかな。あれ俺の監督すごい好きなんだよね。本当ですか。監督もあれはあれよかった、あれ役じゃない。役じゃない。土屋太鳳の心の喋りが出ちゃってる。かわいい。かわいいね。でも本当はね、ちゃんと考えてアドリブを出したいんですけど、トリガールの場合は考える時間もないので、そうなんですよ。だからもう反射的に出てしまうから、真のアドリブです。いや、自分でしまったな。そして、トリガールの皆さん。